カットで、カットでお願いしますとか、変とか取れないままいくと、うわ、これもう帰りの車やばいね、これ言わないですけど、そうめっリクシルスポーツでは YouTube チャンネルだけではなく Instagram、Twitter アカウントも運営しています。番組の配信情報など確認できますので、ぜひフォローしてください。フォローお願いします。リクシルスポーツいや、落ち着け落ち着け、何回やったって長いな、大丈夫、時間あるから。リクシルスポーツザセッションシーズン3ですが、今回は上田選手と小田選手を呼んできました呼んでしまった呼んでみましたね、呼んでみました、そう、呼んでしまいましたみたいな呼んでしまいましたえ、でいいか、いや、もう一回言えよ、もう一回ですか絶対ここ使われるよ。でもリクシルスポーツザセッションシーズン3ですが、今回は上田選手と小田選手を呼んでみました見た目の通りくっつくて、ジャンプ力もすごくて、シュートがとても上手くて、もう日本のエースですやめろお前俺は結構意識高いイメージがあって、東京にトレーニングしに行ったりとか、最近怪我が多いみたいなんで、そこは気をつけてほしいなと思います東福岡の、被ってないんですけど、後輩で足元の技術がすごくあって、若い時から、まあ今も若いんですけど、すごく点に絡んですごいなっていうふうに思います選手権の決勝かな、すごいな、まあ、そうですね、5万人ぐらいいて優勝できたからそれかな、っても県大会ですね県大会すごいっすね、マジで考えらんない、まあ、全然何もしてないんで、逆に俺それ見て入りましたもん。決勝で進路めっちゃ点取ったやつか、 5-0 で勝ったやつ。高校サッカーなんか走りとかやっぱそういうきつい方が連想っていうか思い出すかな、うん、東きつかったでしょ。きついです。多分俺らはまだ良かったんですけど、多分樹くんが時の方がきついかな、の時の方が多分きついっすよ。マジ、はい、なんか毎年こうきつくなってるイメージなんだけど。本当ですか。昔はもっと走ってるって聞いたんですけどね。どうなんだろうね、嘘だったんですかね、分かんない、きつかったけどね。週2で走ってるって聞いてました。いや、それはなかったな。なかったんだ、うん、俺ら毎日走ってて、え練習後必ず選手権前とかはもうめちゃくちゃ走ってた。地獄だったもん。朝練で走ってたから。朝練あるよね、でもね、東。朝練ないね、ないないないっすね、うん、ないんだ、それで強いんだ。勉強あるそれは、朝から。何ゼロ弦だっけ。ゼロ弦、ゼロ弦、地獄っすよね、マジで。地獄だね、クラブチームよりも俺らの時、東福岡だったから九州だったら、九州だったら、俺のイメージはそうだったかな、何だと思いますか、強さの秘訣。やっぱそうじゃないですか、どっからでも集まる。で、俺の時も新潟とかから来てましたし、環境もあるんだよね。でも鹿島はさ、茨城だし、まあ、やっぱり、ね、全国的に言ったらレベルが高い県ではないから、わざわざ鹿島学園に他の県 の、 そのクラブチームとかの選手が来てっていうのは、今はあるみたいだけど難しい。そこがやっぱり東と一番違うのかなっていうのは、やっぱ関東だったらさ、もっと強い高校とかさ、有名な高校があるじゃん。だから鹿島学園どっちかといえば育成とかで名前を打っていく方が俺はいいんじゃないかなって思うかな。鹿島はさ、住んでてサッカーやる環境としては悪くないじゃん、はい、いい選手をもっと輩出して、それ目当てにこう来てくれるっていうのがいいんじゃないかなと思うけど。鹿島県とかだったらアントラーズ近くあるからアントラーズ受けてみようってなりません。それもあるし、例えばそれこそ鹿島のジュニアユースからユース上がれなかった選手とかは結構行ったりはする。もともとのイメージがね、その鹿島学園が3連覇したりしてたから、鹿島学園行けば選手権出れるみたいなので県外から来るっていうのはあったけど、今そうでもないから、そんな簡単じゃないから、まあ、当時もそんな簡単じゃなかったけど、だからなんか茨城も意外と拮抗してきたなっていう感じかな。父がサッカーやってたからそれ見てるかな。よくダメ出しされる。そうだよ鬼やばそうだったけど、あ、怖そうだったっけな。一回会ったことあるよね、俺ね。184センチぐらいなんだけど、すごっ若怖い。めちゃくちゃ怖かった、小さい頃。今はね、もう遠くにまで見に来てくれるけど、ちっちゃい頃はもうね、車乗るのが怖くてしょうがなかった、帰り。あ、俺それ分かるかもしれないです。助手席が嫌だから、気使ってお母さんが助手席乗っといてくれるの。マジで、俺が後ろに
これ俺のお父さんも怖かったから。怖い、サッカーのこと言われるの。え、めちゃくちゃ言われるよ。めちゃくちゃ言われる。サッカー経験者2人とも。父にサッカーを教わってたし、めちゃくちゃ怖かった。とりあえずもう帰りの車が地獄だった。サッカーお父さんやってたからいいじゃないですか。俺のお父さん野球ですからね。野球から厳しめ。野球から厳しめです。野球から厳しめの父ある。結構理不尽だったっすよね。だいぶ理不尽だろうね。はい、見たのが怖くない。何も言わない、言われたことない、サッカーに関しては。マジ、こう試合やってたらさ、今日あんまうまくいってないのって分かるで、自分で。残り15分ぐらいになっても取り返せないと、点とか取れないまま行くと、うわこれもう帰りの車やばいなって。もう試合中から考え始める。いや、分かるかもしれない。もう父親の顔チラチラ見ながら、これ今日やばいぞ。監督より怖いみたいな。車乗るスピードとかでも俺分かるっすもん。車乗るスピード。あ、今日ちょっと早歩きで行ってんな。これやばい。あ、それ分かるかも。いや、これ今日行かれるなと思って。そう、終わんの待ってないなっていう。もうすぐ帰ったな。そうっす。あと座り方。あの、足の組み方とか。なんか俺めちゃくちゃ分かる。試合も出れなくて、本当にすごい怒られてた時期は、もう試合終わってテーピング巻き直したりしてた。車の中で目合わせて話したくないから、テーピングこう取りながら話聞いてたんで。マジで怖かった。始めたきっかけ。あ、始めたきっかけ。いや、いいでしょ。え、これ聞かないといけないやつ一応。あ、言いづらい。あ、いやいや、言いづらいな。何、そんなことある。そんな、何お前。始めたきっかけ言いづらいって。いや、これ言わないとダメ。そんなそんな何、ちょうだい。逆に気になっちゃう。何で始めたのサッカー。え、これマジ言わないといけないやつですか。あ、じゃあカットしてくださいよ。何、あの幼稚園にあのサッカー教室があったから。別にいいだろ、そんなの。じゃあカットで。一番カットでお願いします。それ一番子さんじゃねえかよ。やめたいと思ったことはないな。ないけど、長いことやってたら絶対なんかサッカーをやってない生活もしてみたいなって思う。ああ、それはめちゃくちゃわかるっす。わかるでしょ。高校生ぐらいの時にちょっと思いました。小学生ぐらいからさ、もうずっとサッカーが中心でさ、もう生活が全部そこにあってた。だからなんか普通の生活をしてみたかったなっていうのはなんかある。終わったら、高校とか終わったら部活すぐ行ってとかあったけど、他の人たちは終わってバイトしてお金稼いで遊び行ってみたいな。そうそうそう。ちょっとだけやってみたいなと思った。それ五木君はないですか。やめたいと思ったことはない。な、ない、ないかな。もう、okay、そうですね。太郎10番好きだったからじゃないの。はい、柴崎岳さんをリスペクトしてたからっていうよりは、あれでしょ、はい、ずっと10番がいなかったから、自分が活躍したやつ着ようと思ってたんでしょ。そうっす。俺実は2年目から狙ってたんですけど。ダメって言われたの。いや、ダメって言われたんですけど、行く勇気なかったの。はい。満を持して今年10番だ、はい、シュートさんでしょ。え、選んだわけじゃない。シュートさんちゃうか。シュートさんの。じゃあシュートさん、ヘディングけど俺選んでないんだよね。じゃあシュートさんじゃないの。けどまあサイドバックで右利きのシュートさんがいて、はい、じゃあシュートさん。でも俺選んだわけじゃないんだよ。もうやりたいだけだ。これいいわ。じゃあシュートさんちゃいました。使ってくださいよ、今の。使わない方がいいと思います。はい。それ結構気になるな。気になる。まあ、確かに、うん。俺もね、これ結構感じたことがすごくあって、練習はめちゃくちゃ真面目にやってるんだけど、熱量がすごく違う。熱量、ワンプレーに対するこだわりだったり、要求だったり、強度のところだったり、強度だったり、その求められることは全然違うなって、いっちゃんが言った時はさ、結構もうそれこそやすさんとかさ、長い人いたじゃん。いっちゃん帰ってきたタイミングでさ、みんないなくなってさ、フレッシュになったじゃん。結構確かに若くなって、けどそれは変わんないかな。その、まあ、そ若い人でもそういうのをいい意味で受け継いでやってるなっていうふうに思ったね。すごいなって。すごいすごい。いや、言う人ちょっとすごいなったんじゃないですか。去年ヤスさんとか言ってくれてたけど。確かにね。俺の体感だけど、そうヤスさんとかさ、若い子っていうか、もう1年目の頃めちゃくちゃ怖くなかった。怖かったね。怖かったよな、俺も1年目怖かったっす、ヤスさん。急にそう笑顔で怒ってくるからね。逆サイドでさ、なんかさ、あのフリーでさ、つないでシュートみたいなのあるじゃん。ゴーさんの時だよ。ゴーさんの時だよ、ね、あれやばかったよな。逆サイドからつきえって言われるからさ。
すいませんって感じで怖かった俺。いや5歳の時さ、はい、あれがもう地獄だったよね。綾瀬もそんな感じんの？感じるよ。まあフォワードだったからさ、決めろよぐらいしかやれないけど、うん、サイドバックの人がかわいそうでしょうがなかった。しかもさ、その時はピッチがボコボコで、ね、ひどい環境だったんだけど、でもなんかパス浮いちゃったりするんだ。そう、手前でバウンドしたりとか、レオさんのパスがさ、こうボヨンとくんだよ普通に。めっちゃ回転かかったやつ。そうそうそう、サイドバックの選手、それこそショウゴとかさ、イッチャンとかさ、うん、もう若い選手はさミスできないじゃん。だから緊張してガチガチになるんだけどさ、普通にトンネルとかするんだよ。そしたらもうヤスさんとか伊藤翔くんとかね、いや怖かったね、ケント君とかからもうわーみたいな。ゆきとしさんだけ普通の顔してサイドバックする本当にマジで強え、マジで強えと思った俺。あれ俺も落としめっちゃビクビクしてたな。パス来ないでくれってずっと思ってた。そういうのはでも今はないかもね。でも逆に強度は上がったんじゃないかなって俺は、去年より。その若くなってフレッシュになったの。伊助君っす。何何綾瀬はほらこうなんだ。俺やったことないのこういうの。ないね。綾瀬は、うん、五輪とかサムライブルーで戦ってどうですか、うん、鹿島との違いとか。代表ってなんか意外となんか楽しんでるのかなとか。鹿島は結構ガーってやってるみたいな。どうかな、俺はかもしれないけど、うん、その妙な緊張感とか、なんか練習とかめっちゃ力入っちゃうんで、ね、慣れたり余裕を持ってプレーできる選手はそんなことないと思うんだけど、うん、結構俺はね、なんか力んじゃうっていうか、まあ、やっぱ強度も高いし、その海外組の選手とかとさやるとなおさらもう早いし上手いし、うんうん、そこに自分も合わせなきゃっていうのもあるし、うん、そこででも自分も出さなきゃいけないっていうのでガッてこう力入っちゃうことが多いかな。それこそ五輪とかは、うん、もう長くやってる選手とかもいたし、うん、そのずっと同じメンバーでやってきてたから、うん、できたけど、やっぱり A 代表とかってこうポンって、うん、この間みたいに呼ばれると、うん、やっぱこうやんなきゃっていうのもあるし、結構力入っちゃうイメージがあるな。そういうのない、まあ、お前なさそうだよね。で、ゴーさんになったじゃん、監督、はい、この間ドバイカップはゴーさんだったでしょ。そうです、ゴーさんです。どうだった、なんか違う、なんか若いじゃん、でも。はい、若い。やっぱレベル的にはさ、どう、練習とかって鹿島の方が強度とかはあった気がしました。ここからどんどんレベル高くなっていくんだろうなって思うんですけど。パリは再来年 ?24 なんで。再来年か。そうですね。楽しみだね。いいっすよね。相当いい。かっこいいしね。もうずっとあっちにいたもん。わかるっす。わかる。あ、出たくない。もう練習とあそこでいいの。いやでもちょっと遠くないですか。遠いんだよ。で、駐車場屋根近いじゃん。駐車場屋根欲しいです。駐車場屋根作ってください。そうっす。屋根お願いしますよ。練習着て濡れちゃいますもん。はい、あの練習に行く時の屋根。あそこの間結構濡れちゃうんですよ。お願いします。お願いします。はい、さん。練習着はもう来年も一緒でもいいんだよね。確かに。風呂相当いいよね。風呂めちゃくちゃいいっすね。服？あ、ごめん、なんて言った？お風呂っす。あ、お風呂ね。風呂風呂そうね。まあ、最初だからね。最初だから、お前ネガティブだろ。それこそ代表とか行って、鹿島のクラブハウスどうみたいな話になって、うん、いや、風呂とか食堂とかないですよみたいな話すると結構びっくりする人も多い。俺も鹿島だけしかいないから、うん、これが普通なんだと思ってたっす。食堂だったら最高だったね。いいね、はい、食堂も欲しいです。うん、でもあのミーティングルーム食堂でよくないもん。でもあそこのカツカレーが一番美味しいんだよね。そうなの？今までいろんなカツカレー行ったことないから。そういうこと？あそこのカツカレー。カツカレーの中で？あそこの店の中でじゃなくて。いや違う、あの全カツカレーの中で。そうなんだ。23年間生きてきて。宣伝してじゃあ、宣伝してよ。あそこのカツカレーが一番うまいです。俺あそこのロコモコが好き。ロコモコをいつも食ってるけど。え、ロコモコはどう？ロコモコうまいよ、めちゃくちゃ美味しいよ。日本一。日本一か、俺ロコモコ浅いから分かんないけど。そんな浅いんだ。そう、いろんなロコモコ食べてきたわけじゃないけど、うん、いや普通に美味しい。まあ分かる、俺も食べたから、あそこいろんなカツカレー食べて、うん、あそこ一番なんでしょう、うん、まあ浅いけど、俺も浅いんだ浅いんだ浅いよ、浅かった足遅いんで、うん、だいたいドリブル中追いつかれてくる相手はだいたい手強いですね。足速いボランチってこと？足速い人みんな手強いですね。大学の同期で森岡ってやつがいたんだけど、森岡陸、そう、うん、分かる。そいつがね、なかなかのくせもんで嫌だったね。練習してても試合でも今まででもやっぱり一番嫌だったね。びっくりするぐらい柔らかいんだよ。柔らかい、当たってもなんかふにゃってしてるってこと？いや違う違う、もう普通にあの体操選手みたいな感じなの。へえ。もう本当に股割りも地面つくぐらい柔らかくて、それを使ってくの。本当に背負ってんだけど足がこの辺まで伸びてくるの。おーすごい、ビヨーンって。だからキープもできないし。へえ、マジ？そう、なんか後ろからスライディングもこうムチみたいにこう外から来たりとかできるから、めちゃくちゃやりづらかったね。小田選手は、小田選手は、試合でっていうよりも阿部裕樹が嫌だった。
練習とかでももうなんか相手が嫌なこと常に考えてて、足速いしドリブル上手いし、俺は苦手なタイプでした。身体キャラの方がやりやすいよね。強いとかは嫌じゃない、そんなに売り嫌じゃない。うん、速いの方がとか、うん、あの体ぶつけようとしても逃げられちゃうみたいな、そう、避けながら入ってくるような人は嫌だな。なるほどね。リクシルスポーツザ・セッション、僕たち3人のサインの入ったユニフォームを1名様にプレゼントします。応募方法は概要欄をご覧ください。この動画がいいと思ったら、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。パート2もお楽しみに。